さあ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 始まりました。本日も父さんがお送りするモバイルサバイバルラストデイオンアースの時間がやってまいりました。よーバージョン 1.11.1 11.1 っていうのかな。やってきます。早速ラストデイオンアースの公式のフェイスブックの情報によるとですね、この11.1ではですね、とりあえずこのラルフっていうのが人がいるらしいんですよ、このスノーモービル上に。でそのラルフに会いに行けよみたいなことが書いてあったんです。どこにいるんだろう、スノーモービル乗ってる人じゃないから。あ、こっちにも確かもう一人いましたね。こっちの人かな。あ、ちょっとベリー拾っちゃった。こっちか。あ、これか。あ、これか。クリスマスプレゼント。あ、もらった。なんか開く。はい。おお、いい感じや。おお、すげえ。めちゃ豪華やな。え？ただでもらったよ、クリスマスプレゼント。七面鳥のロースト20に VSS 戦闘用ブーツ。まあ、ミリタリー一式ですね。ラルフめっちゃいいやつやん。クリスマスのイベントその2みたいな感じのやつだったんですかね、イベント。あと公式ページではですね、 Facebook ページではだからなんかテントイベントみたいなのがあるっぽいのがあったんですけど、あれもまたランダムなんですかね。これ普通の、あ、これか。あ、これだこれだこれだ、イベント。あ、これですね。59分1時間。おしゃ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 、ハンターのノエイチ。いか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 、早速アップデートイベント。いや、こういうのがあるからラストデイワンス飽きないですよね。よしよし、行くぞ行くぞ。いや、でも事前にミリタリーの防具一式と VSS をタダでもらったってことはですよ、あと七面鳥のロースのも結構今回強めの敵が来るんじゃないかなって勝手な予想なんですけど。あ、課金系も全部クリスマス系になってますね。 OK。 じゃあとりあえずミリタリーに着替えとこう。いや、今日もねアンドロイドの方で撮影をしてるんです。やっぱり iOS がちょっとずれるらしくて数日なので、最短で行こうと思うとアンドロイドかなと思ったんでやったんですけど、アンドロイドの方がまだレベル13なので、もう今ね VSS とかもうミリタリー防具とかはもう本当に神的な扱い。あ、友達が迷子になってる。ちょっと、え、ちょっと消えちゃった。ちゃんと読みたかったのに。友達が迷子なんです。彼を見つけてくれ。犬が手伝ってくれる。はい。ワンちゃんが手伝ってくれるのかな。あ、あ、ついてくるついてくるついてくる。ああ、今回はワンちゃんと一緒に行動する感じですね。よし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 。行こう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 。新イベ。あ、普通のゾンビいますね。この辺 VSS 使うのもったいないんで、一応持ってるんで、これゲットしたスカクラで、この辺はそっとやっつけときましょうか。あー、バレましたね。今んとこでも、あー、ちゃんと攻撃してくれますね。手伝ってくれてます、ワンちゃん。で、ここは、あ、あー、今回、あー、おーおーおお、そういう感じなんだ。はい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 、チェストじゃなくてワンちゃんがこう洞窟の中を、あー、しまったなー、カバンも、あー、持ってきちゃった、いっぱい。空っぽにしてこればよかったですね。イベントに参加される際はですね、皆様空っぽで来た方がいいです。ガンガンカバン入っとったわ、アイテムが。で、とりあえずちょっと左回りで行きましょうか。左回り気味でそっと行こう。今のところ大丈夫です。はい、そんなにゾンビ、あー、ありますね。あー、いますね、奥に。手前のアイテム、あー、でも狼か。狼が2匹。はい、今のところはそんな大丈夫そうですね。難易度的には簡単なのかな、とりあえず。いや、まだアンドロイドってこれPC のエミュレーターなんで、このマウスがチラチラ動いてますけど、操作が未だに今は慣れないっていう。もう最初からずっとスマホでやってるんで、 iPhone でやってるから、もういざやろうと思うと久々にやるとこれパニクる。あー、でここも洞窟なんですね、ワンちゃん。はい、お、はいはい、ありがたい。最初の段階でこの鉄の防具はありがたいですね。 OK で、あー、あれですね、スキルですね。
日記、OK、探索日記ですね、もうゲットできると、はいはい、もう最初のうちだから、まあテープとかの方がありがたいですね。今のところチェストの中身は結構細かい系ですけど、序盤は助かるアイテムが結構取れてます。あ、でこれいけないんだ。あー、上手に岩で塞がれてるんですね、マップが。あ、このパターン初めてかな。どうやって回り込めばいいんだ、向こう側。やっぱりこれ左回りとか壁際ではいけない感じですね。ここも多分木が倒れてて、あ、いけないわ。あー、じゃあルートみたいなのありますね。真ん中のルートで行かなあかんのかな。こっち側からは、ここさっき、あれ、これ見たか。はい、ああ、これ見たとこだ。こっから、あ、こっから行けますね。このこっちの右回りルートので行けるってことですね。右回りルートでこのゾンビをスニークでよいしょって、で奥の人もスニークで倒しましょう。ああ、狼ですね。 OK。 でこっち側にも狼がいるんで、いい、よいしょ、はい。でそこのゾンビ、あ、気づかれちゃった。はい、おお飛んでった今ゾンビがバグで飛んでった。あ、鹿がやっつけられてますね。 OK、 どんどん行きましょう。はい、次はあなたですね。あ、でもまあスニークもしやすい位置に、あ、しまった、あ、ごめんなさい、今スニークしやすい位置って言ったばっかりなのにミスるっていうはいはい、こっちから、あー、いますね。先にちょっと上の方見てみますか。この上の方にはチェストはなさそう。あー、気づかれましたね。よいしょ、みんななんか外向きになってるんで、これではスニークはしやすいですね。スカクラとかがなんかこう大物一本あるといいかもしれないですね。あー、オッケーオッケーオッケー、ここにもありますね、ホラー穴。チェスト並んでホラー穴。あー、キャンセルになっちゃうんだ、動くとやっぱり。うちのペースが、うちの、あー、回復欲しいな。オッケー。で、とりあえず、いやー、マジ持ってきたの失敗だな。じゃあ今ね、あの帽子とか、もう防具もね、重要なんですよ。貴重なんですよね。もうほんと、超序盤なんだよ。アンドロイドの方は。あれ、誰かいる。近くの洞窟に救急箱が隠されている。あ、さっき拾ったこれじゃない。はい、ハンターを回復あげるよ。ノエイチに連れてってくれ。あ、あー、すげえ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 、おー、ついてきてる。あ、止まった。あ、そういう系か。はい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 、犬よりも、ちょっと読めん文字消えるの早すぎ。あー、わかった。あー、そっちダメそっちダメそっちダメ、ちょっと死んだらいかんやつじゃんこれ、仲間が。ちょっとやめて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 。オッケー、ちょっとこれ VSS でちょっと護衛しながら戻るやつですね。こう、そういうイベントか、新しいな。オッケーオッケー、もうこっから VSS 使った方がいいですね、もう普通に。まあこれしか武器ないんで、てか遅い遅い、負傷してるからやっぱり遅い。護衛係ですね。大丈夫か、大丈夫か、止まっ、あ、止まる止まる。はい、でまあこの辺のゾンビはもう来るときに全部やっつけといたんで、妙に静かですね、油断しないようにね。はい、了解。あ、あー、分かった分かった、走ってくるんだ。あー、襲ってくるんですね、ゾンビが。あ、来た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 、はい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 。あー、ここで VSS 使うと。あー、そういうことか。あー、だからクリスマスプレゼントももらったんですけど、このイベントで使ってくれよみたいなプレゼントの意味合いですね、やっぱり。貯金用じゃなかったですねまあでも今のところ攻めてくる、あ、走ってきた。あー、ちょっとね、独白ゾンビまで来ちゃったな。まだ来てますね、こっから。先に行ってくれ、ここは。あ、 OK、 やっつけた。うーん、2回、あー、でももうキャンプ来ましたね、ヌエチまで来ました。2回ぐらい襲ってきますね、2ウェーブ。でもちっちゃいんで、まあ防具と VSS を使わなくても頑張れば多分大丈夫じゃないです。やっと来たか、もうダメだと思ったよ。あ、これでゴールか。
あー、オッケーオッケーオッケー。これでゴールですね。これで助けてくれてありがとう。見知らぬ人のこのコインたちを。って文字消えるの早っ。そういうことね。このイベントだ、イベントでもらえるのが子犬と。で多分これきっとオスメスつがいなんだろうね、きっと。ちょっとどうしよう、一応捨てとこうか。捨てて一応ゲットしときましょうか、2匹とも。はい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 。以上、ひょっとして以上。マジか。以上っぽいですね。了解です。じゃあちょっとこのマップをこっちからギリギリいける。いけるわ。外出る判定には一応ならないですね。はいはい。ちょっとここのマップをちょっともうちょっと調べましょうか。右の奥の方行けてなかったんで、ここ行きのこっち側はいますね。ここはもう VSS 使いまくって惜しみなく行こう。3匹いるわ。 OK。 はいはい。 OK。 なんかちょっと怪しげな洞窟ありますね。狼たちの拠点か。ありがたい、総ブレが手に入った。しかもこの序盤で新品の総ブレが手に入るってかなりありがたい、ありがたいな。オッケーオッケーオッケー。であとはもう、あとこのマップで行くと右上の部分だけか。むくれたゾンビいる。はい、こんにちは。どうしよっかな。1個あります。何バン、車がある。ここが最後っぽいですね。左下のチェストは多分あれです、洞窟。で回復か。はい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 。じゃあとりあえず応急キットを重ねて、で包帯持って帰りましょうか。本当にちょっとカバン持ってきたのが失敗だなこれ。でこっち側からはいけないですね。外周ぐるっと左側で行けば、外周回ればいけるんですけど、中は真ん中から上がっていくしかないですね。正規ルートで上がる感じですね。これで一周ですね。まあまあマップは広めで、ちゃんと彼からクリスマスプレゼントをゲットして、 VSS1 丁とこのミリタリーのセットあれば十分、初心者の方、もう私も見てもらって分かるようにレベル14の方でやってるんで、でも楽勝でこのイベントはクリアできますね。 VSS を使わずに貯金に回して戦おうと思うと、スカクラ使い切っちゃったもんね。半分以上のスカルクラッシャー1本、もしくは、マチェテとか近接強めの武器持ってきた方が良さそうな感じしますね。美味しいイベントじゃないです。結構そのスタートでもクリスマスプレゼントみたいな感じで防具一式と VSS の新品もらえるっていうだけでも美味しいですけど、イベントでゲットできたのは、細かいのアイテム素材系とかなんですけど、スカルクラじゃない、ソーブレードか、ソーブレードの新品が手に入るのが一番大きいかなと序盤では。あとエンジンパーツとエナドリも1個ずつか。であとは、狼がいっぱいいるので、ちょっと革持って帰りたいの。今こっちの端末の方だと何もこうアイテム枯渇してるんで、はいはい。で鹿とか狼いっぱいいるんで素材系も結構集まりますね。そんなもんじゃないですかね。 OK。 で今回のアップデでまだちょっと試してはないんですけど、建築系ですね、家の建築系の壁とかを解体すると素材を回収できるようになったみたいですね。ちょっとまだそれ試してないんで、また後で試そうかなと思うんですけど、で今回のアップデで、ウージー、マイクロウージーみたいな銃、新しい武器ですねがリリースされてるっぽいんですけど、ちょっとそれのまだゲット方法までは調べきれてなかったので、とりあえず最速レポートという形でこのイベントだけ今日は、収録してみました。で引き続きね、ウージーとか、なんていうの、建築の解体したら素材が回収できるんじゃないかっていう絵が撮れたらですね、また、更新していきたいと思います。ということで今日は
バージョン 1.11.1 の最速レポートでございました。ということで今回の動画はここまでで、最後高評価チャンネル登録何卒よろしくお願いいたします。このイベントぜひ皆さん行ってみてください。ただただ美味しいイベントでした。ではではお疲れ様でした。Cannot escape my sound. It's always going round and round. The sound you hear is quite shocking. It's really rocking.